理由なんかねえよ。イライラするから殴ってんだよ。まあ強いて言うなら見た目が雑魚そうだからかな。見た目が雑魚そうって。よし、財布出せ。そんな。もう一発殴られたいのか。ごめんなさいごめんなさい、出しますから。弱えやつは大変だな。ひどい、ひどすぎるよ。なんで俺はこんなことばっかりなんだ。ジムのチラシだ。最新器具を揃えています。誰でも最強の肉体を手に入れられます。最強になれる。俺は最強になる。変わってみせるぞ。そして俺をバカにした奴らを見返すんだ。特にさっきのやつ。よし、早速入会だ。お、面白そうじゃ。わしも入会する。うわ、びっくりした。生存フラグさん。生存フラグさんはこれ以上鍛える必要ないのでは。そんなことはない。日々精進せねばならぬ。なんてストイックなんだ。でもまあジムとか一人で入るの怖いし、知り合いがいると心強いかも。ライトノベル発売中じゃ。おお、わあ、なんかわかんないけどすごそうな機器がたくさん。ジムは初めてですか。ああ、はい。じゃあ機器の使い方から教えていきますね。一緒に最強の体を手に入れましょう。はい。まずこれなんですが。いや、話聞いて。何か問題でもあるか。トレナさん、すみませんね。なんて素晴らしい筋肉なんだ。もう教えることは何もない。感心しちゃってる。いい感じだよ。もっと腕上げて。息吸って。はい絶対に強くなる。強くなるんだ。このマシンいいぞ。なかなか効いておる。すげえ。なんてダイナマイトボディなんだ。これもいい重りじゃ。手に馴染む。お姉さん、気合入ってるね。生存フラグさん、ナンパされてる。まずいな、これは。君、ジム初めてだよね。ダンベルはね、こう持ち上げると効果的だよ。そうだな、ちょっと重すぎるんじゃない。女性にはこのくらいの重さのダンベルがいいと思うよ。貴様、鬱陶しいぞ。人のトレーニングに口を出すな。ちょっとやだな。僕はアドバイスしてあげてるんだよ。ほら、腕はもっとこう。はいはい、そこまでにしておきましょう。ああ、何すんだってめえ。ああ、ごめんなさい。でもそろそろやめないと危ないと思いますよ。うるせえ。あんなやつほっといて、俺とトレーニングを。貴様、口で言ってもわからんようじゃな。一体何キロのダンベルなんだ。おい、覚悟はできたか。わしのトレーニングの邪魔をするな。すみませんでした。だから言ったのに。いやー、久しぶりだな。なんだかんだ面倒で足が遠のいちゃうんだよね。でもまあ会費も払ってるし、時々は来ないとな。もっともっと足を回せ。強くなりたいんじゃろ。生存フラグさん、何やってんの。何ってトレーニングじゃ。見てわからんのか。いや、でもこの光景は一体。軟弱な男どもを鍛え直しておるのじゃ。いや、どう見ても屈強な男たちなんですが。こんなもの見かけ倒しのハリボテ筋肉じゃ。見た目が強そうでもダメか。おい、何をぼーっと見ておる。貴様もやれ。いや、無理、勘弁して。もっと鍛えるのじゃ。生存フラグさん、髪きれいですね。そうか。特別なことはしておらんが。女の子は大切な人ができると綺麗になると言いますよね。まさか生存フラグさんにも。大切な人か。まあいないこともないな。え、そうだったんですか。生存フラグさんって意外と。そういうのではないぞ。わしにはお主たちがおるし、親友もおるからな。何より大切なものじゃ。というわけで、私たちがローソンプリントになって登場です。ローソン店内マルチコピー機で印刷できるらしいぞ。シークレットもあるんだ。これは絶対ゲットしないとね。ローソンプリントは2023年11月6日月曜日まで開催中よ。我が子たちの晴れ姿、最低10枚ずつは集めなきゃ。みんなもぜひゲットしてね。要するにわしはどうしても優しくなれない。全力回避フラグちゃん、来イトノベルも発売中です。概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめん、するよ。ごめんってフラグちゃん。